皆さん、こんにちは。キムステーション第21回裏星失敗が一部構成戦略を始めたいと思います。私は MIT でポストドクをしてます、カンデズルと申します。恒例となりました、このキムステの V シンポジウムなんですけれども、まずキムステについて、軽く紹介させていただきたいと思います。キムステは日本最大の科学のウェブサイトで、設立が2000年、もう21年になります。で、公開ページ数はもう1万ページに近くなりまして、で、スタッフ数は160名以上、スポンサー者の数も30社以上になるの巨大なサイトになりました。で、国際版、中国版も、徐々に展開していって、アクセスを集めております。で、講演にあたっての注意とお願いです。Zoom ベースの YouTube ライブで配信するので、講演者と発表者の配信に5秒程度のラグがあります。ご了承ください。質問や感想は YouTube のチャット欄に随時書き込んでください。講演の終了後にモデレーターが質問をピックアップして講演者に聞きます。今回1人目の講演者のフィリップ・ウィーラーは英語での講演になるんですけれども、質問は日本語で書いていただいて構いません。モデレーターが英語に直して彼に伝えようと思います。著作権などの関係もあるので、講演の録音や個別配信は引き続きお答えさせていただきます。さて、このもう V 進歩も、長いシリーズになりまして、第1回は2020年の5月でしたっけに始まって、もう21回目になりますね。この毎回の V 進歩の歴史の紹介のスライドも、もう文字画面に収まりきれなくなってきたので、次これを作る人はどういうデザインするのか、デザインのセンスが問われるところと思います。では今回の、V 進歩、オルフィメタシス、すごい、スペシフィックな反応にフォーカスして、V 進歩を進めようと思うんですけども、オルフィメタシス、歴史自体は結構古くて、これ、ケムステのウェブサイトからそのままコピペしてきたもので恐縮なんですけれども、1975年、もう50年近く前に発見され、見出されて、それからノーベル賞受賞、2005年に至るまで、25年のそれ以上か30年くらい時間が経ってますね。今となっても製薬会社、実験、マテリアル、いろんなところで頻繁に使われるグラブス触媒ですけれども、こんなに、長い歴史があって、最終的にノーベル賞までこぎつけたということになります。今回は特に天然物合成の応用にもフォーカスしてという講演だったので、ここに例を挙げたんですけれども、天然物合成をする、したことがある、する人からすると、このグラブス触媒、オルフィメタシスならものすごい、レボリューショナイズな発明でして、オルフィメタシスが発明される以前は、このオルフィンのところで分子を切ろうと思ってたので、一人もいなかったわけですね。みんながみんなマクロラフナイゼーションをやってたので、その意味で合成戦略を完全に書き換えた歴史に残る反応だと思っております。で、今回の VC もいろいろ初の試みがありまして、まず、最初に申し上げた通り、一人目の講演が英語の講演です。今までケムステの VC は全部日本語だったので、少し新しい試みになります。で、もう一つ新しいのが、これは協賛企業のメルクさんの持ち込みの企画です。なので、ケムステ側からはこういうことをしましょうという提言はせずに、今度、次紹介します、メルクの小松さんが、これを提案してくださって、講演者の方々も集めてくださいました。で、英語講演ですけれども、さっきも申し上げたように、日本語で質問、適宜書き込んだりしてくださって構わないので、どんどん質問、コメントなどよろしくお願いします。で、それじゃあ、この、モデレーターの方から紹介していきたいと思います。まず、よりたてさん。はい、ハロー、こんにちは。九州大学薬学研究院の、助教をやってます、よりたてと申します。よろしくお願いします。水川君。こんにちは。本日は香港会議大学の博士課程学生の瀬川と申します。よろしくお願いします。小松さん。はい、ご紹介ありがとうございます、メルクでマーケティングをしております小松と申します、まずはご登壇いただきます先生方そしてケムステスタッフの皆様の V 進歩開催に至るご協力感謝申し上げます、さて神田さんからもお話しあったように、ノーベル化学賞技術であるグラブス触媒優れた技術であることには疑いはないのですがやはり残留ルテニウムの問題
反応のスケーラビリティ、あるいはビジネス上のライセンス問題や購入量、使用量制限などがあったため、良い技術の割には普及していないという現状がありました。でこれらグラブ触媒に関する数々の問題というのは、近年、技術的な解決ですとか、ビジネス上の解決が進んで、低分子合成の中でもかなり使いやすくなってきた技術であると考えております。今回、第21回となる V 進歩のテーマであるグラブ触媒、皆様にとって合成戦略の幅を広げる一手につながりましたら幸いと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。いつものイケボの広告の後ろにはこんな顔が触れていましたという。いえ、恐縮です。ありがとうございます。すいません。では、軽く登壇者の紹介をさせていただきたいと思います。1人目の講演者の、ユミコは PMC のフィリップ・ビデルです。Hello, can you hear me? Yep, very good. Perfect. 2人目の講演者は、京大の竹本先生です。竹本です。よろしくお願いします。で最後の講演者は、千葉大の西田先生です。はい、西田でございます。よろしくお願いします。講演の実講演と質疑の時間を最大限に取るために紹介は、このケムステの記事を、代わりにして、講演者の紹介ということにさせていただきたいと思います。それでは、紹介が終わりましたので、1人目の講演に移りたいと思います。